それでは新型コロナウイルス感染症の発生について発表をさせていただきます。昨日8月の31日徳島県立保健製薬環境センターの検査によりまして3名の新型コロナウイルス感染者発生が確認をされたところであります。県内では131から133例目となります。それでは感染者の概要について説明をさせていただきます。なお公衆衛生上の観点からお住まいの市町村名公表をさせていただきます。131例目の方、年代は50代男性、阿南保健所管内、阿南市在住の方、職業は会社員であります。続きまして132例目の方、年代は80代女性、阿南保健所管内、阿南市在住の方、職業は無職であります。続きまして133例目の方、年代は70代男性、阿南保健所管内、阿南市在住の方であります。職業は無職であります。感染者の発症日、症状、行動歴については記者の皆様方のお手元にお配りをさせていただいている資料を参考いただければと思います。なお3人とも新型コロナウイルス入院受け入れ医療機関に入院調整中であります。また現時点での濃厚接触者について以下申し上げてまいります。131例目の方ありません。132例目の方、同居のご家族1名、133例目の方、同居のご家族2名となります。なお現在継続して積極的疫学調査を実施しているところであります。プライバシー保護の観点からぜひご配慮をよろしくお願いをいたします。合わせて1点ご報告をさせていただきます。宿泊療養施設であります東横イン徳島駅備山口の受け入れ可能室数についてであります。以前からここの室数100を拡充をする、そのためにさまざまな施設他の部分に対しての移動をしていく、このように申し上げていたところでありますが、その準備が整いました。本日9月1日付で従来の100室から150室へと拡大をさせていただきました。県としては引き続き積極的な医療提供体制の強化を図ってまいります。私からの発表は以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは管理者の方、はい、まず131例目の方なんですが、はい、この方130例目の方との関係性はどうなりますか。はい、130例目の方の濃厚接触者となります。ご家族、はい、息子さんですか。そうなります。で、会社員ということなので、お仕事の内容とかは、はい、実はこの方の会社の状況、お勤めの状況なんですが、4月から出勤を会社のご都合でされておりませんので、ここの点は公表をいたします。この29日、30日と130例目の方の医療機関受診に付き添ってらっしゃるということで、それ以外にはなんか立ち寄り先とかっていうのは判明していることもありますか。はい、立ち寄り先はありません。なし、はい、症状の方は現在どうですか。はい、軽症です。続きまして、132例目の方なんですが、この方はノンレーブのお客さんですか。はい、そうです。で、特に立ち寄り先っていうのはないというか。はい、ありません。で、症状無症状。無症状です。はい、133例目の方は、この方は感染経路については現在分かっているものがありますか。はい、この方の場合、実は100
29例目の方殿が立ち寄られた先般カラオケ喫茶ですということだけを申し上げておりましたが、そこに来られていたお客さんということになります。この方もやっぱりそのモンレールの関連クラスターの中のお一人ということになります。ということは、このモンレール関連でいうと、昨日が21名だったのが、その3名ともその関連および二次感染で、そういうことの方ということで、24人増えたということ、はい、ですので、最後の133例目だから症状の方は133例目の方の症状はいかがですか、軽症ですか、中等症ですか。いや、まあ、二次感染の関係と、今24って言われましたよね。昨日21でしたよね、二次感染含めて。結局この3人とも。どう数えるか。昨日なんですけども、問題部関係につきましては14例ということだったんですけども、チームが今、大きく見たら問題部関係ということに、問題部関連というか、カラオケにまつわる二次感染も含めた、総数でいうと21名でございます。まあ、だから今申し上げた点をさあどうカウントするかのところなんですよね。ああ、そうですね。だから問題部、それから月に関わるクラスターと、それから二次感染ですよね、それにまつわる、まあ、だから今二次感染と捉えると24になるんですけど、まあ、そこのところの捉え方ちょっと我々としても23にしてるかな。まだここの部分について133例目の方をそれに関連をまではつけてない。なるほど。っていうのはまだ専門家会議にちょっと、そこをお伺いしてませんので、結果としてはそうなるかもしれませんが、はい、現状23、ということにしておいていただけますでしょうか。この133例目の方の症状は、はい、この方は軽症です。軽症です。はい。はい、少し申し上げていきたいと思います。まず131例目の方についてであります。今お話がありましたように発症日が8月の26日ということで、頭痛、そして全身倦怠感、27日は全身倦怠感が残ります。28から30は改善して症状がなくなりました。しかし31日、37.5 度の発熱、また咽頭痛、吐き気、頭痛、全身倦怠感が出てまいります。そして1日にはその状況が変わらないということになります。次に133例目の方、発症日は8月の29日。この時には37.4度の熱と咳がありました。翌30日、38.3 度の熱と咳が。また31日には38.8 度へと上がります。そして咳に加えて頭痛が起きます。9月の1日、その症状が変化がありません。以上となります。33例目の方なんですけど、27、28、29の飲食店を利用されているんですけど、これ、すべて同じ店ですか？これは一緒の店ですが、過小を伴う飲食店ではない。はい。でなお本日保健所が立ち入りをしてその感染状況、これを見させていただいています。感謝から以上です。各社さんお願いします。はい、読売新聞なんですが、年間確認なんですけれども、131例目の方はそのカラオケ喫茶とかには行ってらっしゃらない方ですか。はい、ご家族ということですね。はい、33例目の方なんですけど、129例目の方が立ち寄ったカラオケ喫茶っていうのは、どこしないのか、市町村などが言えるんでしょうか。はい、そこについては、前回は少しまだ患者さんが出ていないと
まあ、立ち寄ったっていう方はおられたんですけどね、うん、で、正解に。で、そこだけのお客さんで出てなかったもんですから申し訳なかったですが、今回はお客さんが出たということがありますので、阿南市内のカラオケ喫茶となります。例えば感染対策状況として同じようにそのマイク、歌唱者のマイクを、はい、マスクをしていなかったとか、そのあたりはなんか把握しておいたことはありますか、はい、で、こちらのお店の対策ということでありますが、こちらにつきましては、まあ、実は名簿はできているということがありました。それから後の感染状況も多くはできているところなんですが、やはり歌うときにはマイクを、まあ、マスク、これをしていないということが分かっております。先ほど、この方はその今の現段階、県としてはまだ調査中ということで、はい、関連クラスターということに入って、関連、クラスター関連とはまだ位置づけていらっしゃらないということなんですけど、やはり感染経路としてはカラオケ喫茶ではないかと考えてはいましたか。そうですね、やはり129例目の方が4日間近くこのお店に寄っておりますので、まあ、そうしたものとの関連、今後しっかりと調べさせていただいて、場合によって当然これ2つのお店の関連クラスターとなっているところでありますので、3つ目のお店としての関連クラスターとして見るかどうか、このあたりは専門家会議の皆さん方にもお分かりをさせていただいて、そうであるということになった段階で関連クラスターという形をさせていただきます。先ほど名簿は作られていらっしゃるということですので、はい、この名簿に基づいてまた、まあ、調査。おっしゃる通りです、はい。そこのところを今 PCR 検査、これに応じていただこうと対応を進めています。現段階把握できている限り何人ぐらいというのは言えますでしょうか。今のところ検査として10名を予定をしております。そういうことです。名簿ができております。3例目の方については8月の19日と8月の26日に訪問をされています。132例目の方についてはカラオケ喫茶モンレーブの利用客ということでありまして、店名を公表しておりますので、その報道を見て帰国者、接触者相談センターの方にご相談をいただいて受ける、こうした経緯となりました。それから次に133例目の方についてでありますが、この方の場合については今も申し上げましたが、まあ、3つ目のカラオケ喫茶、ここのところのお客さんとして名簿がありましたので、そこでまあお受けをいただいて、その結果陽性となるということです。133名の方はその症状というよりはその名簿があって、その連絡から検査を受けたということで、帰国者接触者相談センター、こちらをお受けになられた症状があったので、はい、保健所の方にも相談があった、というか医療機関を受けられましたので、症状があって、それで少し早くお受けいただいたということです。132例目の方が
相談センターに連絡したのは30日ですね。保健所の方に相談があって、それでということです。ちょうど27例目から107ということですから、ちょうど81名、この8月だけで出るということになりました。まあ、徳島にとってみると、まさにこの8月、感染が非常に多いということなんですが、これもやはりクラスターに伴う、でしかも全国で非常に多く今、多発している福井県はじめですね、この昼カラオケ、まあ、カラオケ喫茶関連、いうことがそのメインになっているところであります。さらにこれに加えてやはり高齢者施設、この関係、これも非常に大きいということがあります。やはりクラスターが1つ出ると、しかも関連クラスターが2つ、クラスター4つのうち2つが関連クラスターに発展をしておりますので、いかにその感染が広がるのか、まだまだと我々に見せつけられた、まあ、そうした意味ではとにかくこの関連クラスター、こうしたものを徹底的に積極的疫学調査、それによっていわゆる対象者というものを、まあ、もちろん濃厚接触者の場合、あるいは接触者あるわけなんですが、しっかりと把握をさせていただいて、場合によってはもう店名公表という形をとって申し出ていただく、まあ、こうした形で封じ込めを図っていく。またその意味では高齢者施設の関係は一応2つのクラスター、一つは関連クラスターですが、まあ、封じ込めできたのではないかと思っているんですが、この昼カラオケ部分については場合によってはこの3点目も関連クラスターになる可能性がなくてもあらずということでありますので、やはりこうした点については徹底的に封じ込めを図る、あるいは店名の公表といったものが非常に有効であるといったことも、これもちろん名簿がきっちりと完全に把握できているのであれば、逆にそれが非常に有効に働いて、直ちに PCR 検査、そして封じ込めということにつながりますので、まあ、そうした場合には公表をする必要もないかと思うわけなんですが、まあ、やはりこの昼カラオケ関連というのは威力がすごいなといった観点は全国同様に感じているところです。まあ、そういうことであるから逆に、いわゆる感染爆発的なものが起こったのかというと、非常に震源地がはっきりしていると。いうことがありますので、まあ、そうした意味ではクラスターといったものをいかに起こさせないか、特に高齢者施設、この昼カラオケについては持ち込ませない、そしてそこで感染をしない、こうした形が非常に重要。その意味ではそれぞれのガイドラインですね、こうしたものをやはりきっちりと守っていただく必要があるのではないか。また二次的な防御として、特に昼カラオケは名簿の管理ですね、これが感染拡大を広げない一番の効果的なものということですので、これはやはりきっちりとやってもらいたいなと。もちろんマスクをしてフェイシールドをして歌う、これも重要なことではあるんですが、さらにそこからの感染拡大を防ぐためには名簿の管理、これをぜひ
やっていただきたい。今回立ち入り小松島アナやらせていただいているところでも、まあ、そういった点を強調させていただいております。まあ、この点については、まあ、全県化ということにもつながってきますが、ぜひよろしくお願いしたいと考えています。第2波の認識というのはいかがですか。まあ、今すでに全国が第2波と言われてしまっていて、まあ、徳島もその中に、まあ、入り込んでいるということがありますので、まあ、徳島の場合、全国と少し様相が違うクラスター主導のこの感染拡大ということでしたので、まあ、少し様相は違うのかな。特にこの感染経路不明が全国の場合5割以上というのは非常に多かったわけですけど、うちの場合はかなり低いところですので、まあ、しかし全国的なトレンド、この中に徳島も織り込まれるということであれば、やはり第2波と言っても過言ではない。ただ全国とは少し構図が違って、いわゆる市中感染から来た第2波ということとは少し違うなという感じはしますが、しかしそうした防御、これも必要であると、このように考えます。その感染者数を押し上げた、まあ、クラスターが4つ発生したわけですけれども、そのすべてにおいて感染経路っていうのが現段階で分かってないと思うんですけれども、そのことに関してはどのように。まあ、全てが分かってないというわけでは必ずしもないわけなんですが、しかしそうした点ではやはり、まあ、外来の持ち込みという可能性が非常に高い、まあ、解雇の関係などもそうでありますし、あるいはこの2つの高齢者関係、施設関係のクラスターといった点についても、まあ、そうしたこともおそらく想定をされやすいというものでもありますし、今回の昼カラオケ、これについても、まあ、確かに感染経路不明者という扱いにはしているわけでありますが、まあ、やはり持ち込みではないだろうかと。ということで、多数の人間が持ち込んだというよりも、1人か、あるいは多くても2人、まあ、そうしたことが見受けられるところでもありますので、まあ、そうした意味では、お一人お一人がやはりしっかりと気をつけていただく。また、重要なのは、熱があって、特に高齢者施設の関係に多かったわけですが、熱があるのに解熱剤を使って勤務をしてしまって、感染を拡大をさせてしまうと。まあ、こうした点もありましたし、あるいはご家族から移って、医療現場では完全防護をしていたんですが、まあ、感染してしまっているという事例もありましたので、まあ、こうした点については、これから、やはり家庭内の感染といった点についても、ぜひ高齢者施設あるいは医療関係、こうしたところで従事をされている皆様方については、ぜひ意を用いていただければありがたいかなと、そのように考えています。今おっしゃる外来っていうのは、つまりその施設の外から持ち込まれたという意味ですか？そうです。いや、もちろんそこのところについては感染経路不明という扱いにしているものもありますので、必ずしも言えないわけなんですが、しかし、まず施設の外から持ち込んだということは間違いがないであろうと。それから今度は持ち込み経路として、それぞれの皆さん方が、まあ、必ずしも県内であるというよりは、やはり何らかの形で県外から、特に8月、あるいは7月の4連休、大阪、神戸、そうしたところから、何らかの形で人が寄られている。まあ、こうした点も見受けられるというところでありますので、確定的ではないんですが、逆に確定的に県内で広がったもの、このようにも思えないというところです。例えばその4連休とかお盆にそのクラスターの関係者が例えば県内に行っていたとか、県内に接触したというような調査結果、調査結果というより聞き取りの中で、例えばお孫さんが来ていたとか、あるいは息子さんがご家族で来られていたとか、まあ、そうしたことも見受けられると。確定的にそれがそうだと言ったんであれば、これは外だということを申し上げているところですけどね、感染経路不明という扱いにはしてませんでしたが、まあ、そういった意味では、まあ、感染経路不明という扱いに最終的にはせざるを得ないというのは、そうであるという確定的なものがあるというものではない。しかしやはり何らかの形で、特に大阪あるいは兵庫、
こうしたところから来られているということは多くあったんではないかと、このように考えています。今の関連で、まあ、8月の感染拡大なんですけど、GoTo トラベルの影響というのはどういうふうに言われますか？今回、観光関係の皆さん方にもいろいろお話をお聞きをしているんですが、やはり多くのところ、もちろん 100% ということではないんですが、8割を超えたところが、8割以上のところ、お客さんたちがやはり県内客だと。これは徳島割ですよね。徳島割の応援割のあの関係で。そしてあと残りの2割、これを GoTo トラベル。こうした形でお越しをいただいていると。でまた逆に県外のお客さんたちからもよく聞く話なんですが、この期間に徳島に行ってみたいと思ったんだけど、なかなか宿が取れないと。空いててもスイートルームとか高いところしか空いてませんでしたというお話もこれよく聞いて、徳島以外の四国に泊まって徳島を旅行したと、まあ、こうしたお話もお聞きをしておりますので、やはり他の3県と違って徳島の場合には徳島応援割、これが4万泊まで入れ込んで、しかも8月末まで伸ばしましたので、まあ、そうしたところがあって GoTo トラベルで感染が広がったんだと、こうした形にはなっていないのではないかと、このように思っています。先ほどのお話なんですけども、クラスター4つのうち必ずしも感染経路が分かっていないわけではないとおっしゃったと思うんですけども、これ実際その辿っていって、この方が多分最初に感染して、この方が例えばどこか行ってたとか、そういう感染経路の特定っていうのはこの4つの中でできたものがあるということですか？あります。やはり海保の関係については、外との接触、つまり船の中での接触でもその人たち以外ありませんので、まあ、陸の上での、例えば要するに旅行に行かれてたとか、あるいは友人と一緒に友人が来られてたとか、まあ、そうしたものも見受けられましたので、それが確定的であるというところまでは言えないんですが、おそらく持ち込みではないだろうかと。そのうち海保については、その外に行かれて旅行に行かれてた方とか、そのご友人が来てた方からおそらく持ち込まれたんだろうというあたりというか、はい、予測、はい、やはり船ですのでお一人が持ち込めばそうなってしまいますので、それから高齢者施設のところについては、まあ、やはり入所者、そこに面会の関係というのは結構厳しくされて、特に8月はしていたということも聞いているんですが、それまでの間でやはりお孫さんたちが来た、でそのお孫さんたちが必ずしも施設に行ってないとしても、親戚の皆さん方と会って、でその人たちが玉突きじゃないですが高齢者施設に入る、こうしたこともあったんではないか。これは結構皆さん方4連休あるいは8月の3連休お盆、こうしたところで、まあ、おいでになられているという話は聞いていました。そういう方が、玉突きですね。すみません、冒頭言ってらっしゃった専門家会議なんですけど、ええ、現段階で例えば開催日程なんて決まっていたりするんでしょうか？まずはこの10名の皆さん方ですね、まあ、11名やってお一人陽性が出た、あとの10名の結果次第ということになりますし、場合によっては今日どこのお店ということは申し上げましたので、ひょっとしたら自分がと、お店の側としては名簿の管理きっちりできているということですから、本来であればこの人たち以外の人たちは名乗り出てこないであろうと考えているんですが、そういう人たちが来られて、なおかつ PCR 検査で陽性になる、もしいうことになれば、結局名簿の管理が十分ではなかったということになってまいりますので、まあ、そうしたこともいわゆる関連クラスターとしての認定の措置となりますので、まあ、こうした材料を集めた上で専門家会議にお諮りをして、
でどうでしょうか。いやそれはもう関連クラスターだと言われるのか、いやまだまだ断定は難しいんじゃないかと言われるのか、まあ、そこにかかってくるかと思います。なので、今現在対立っていうのを決めているわけではなくて、その調査状況とかを踏まえて、そうです。まず当面としては、この10名、まあ、今日検査に入りますので、その結果を見たいと考えています。今回 の、 新たなお店が、名前が公表になる段階というのは、検査が終了して、まあ、新たな関連クラスターと認定された場合に、今、名前が読んでないというか。2通りあります、はい。今申し上げたように、例えば、そこで複数出て、そして結果として5名を関連だけで超えれば、それだけでクラスターになりますので、関連であるかどうかというところは専門家会議にお任せをしますが、単独でもクラスターになってくるということになります。あともう一つは、名簿がしっかり管理をされていればあえて公表する必要もないところではあるものですから、それ以外の皆さん方が今日の話を聞いて、自分はひょっとしたらということで名乗り出られて、そして結果として PCR を受けて陽性となると、こうなると今度は名簿の管理が十分できていないということになれば、これは早い段階でお知らせを具体的にしていかなければ感染拡大につながってしまう。つまりこのクラスターを抑えることができない、場合によっては関連クラスターを広げてしまうと、こうなりますので、その点ももう一つあります。どちらかが、例えば今日の10人の中から5人が出た場合と、名簿外の方が、あと3人ですね。あ、あと3人です。の名簿外の方が、名乗り出て、それが陽性になる。陽性になった場合、その深さがあると。ありがとうございます。133例目の方が、27から29日に訪れた飲食店は、はい、まあ、今保健所が立ち入って調査中で、その感染対策の状況によって、まあ、例えば想像する必要があるのかなどを判断するとおっしゃるとおりです。はい、今調査中です。はい。その他いかがでしょうか。毒指標。あ、そうですね。はい。それでは今日時点での徳島アラート6指標について今から発表をさせていただきます。まず我々地方にとって重視をすべき感染の状況3つの指標、まず直近1週間、これは8月の25日から8月の31日となりますが、新規報告者数については22名となります。次にその前の1週間との対比ですが、その前の1週間は8月の18日から8月の24日となります。この期間は16名となりましたので、比べますと先週よりも多いということになります。次に3番目として、感染経路不明割合、これについては2/22、9% となります。次に大都市部を中心に重視をされる、まず病床の逼迫具合についてであります。病床全体としては200/61、 31% となります。うち重症者につきましては25/3、 12% となります。そして5番目、療養者数については今申し上げた61と、宿泊療養者4名を加え65名となります。最後、監視体制としての PCR 陽性率については1163/22となりまして 1.9% となります。以上です。変わってません。61名というのは、本日調整中の3名も入れて。もちろんです。
まあ、実際にはどのくらいその中に入られるかにかかってくると、つまりまだ宿泊療養者が少ない、従来と同じなのに看護師さんの体制を増強するということにはもちろんなりませんので、ここでどのくらい療養が増えてくるのか、ここがポイントになるかと思います。療養者の数に合わせて必要であれば増やして、はい、そうですね、もちろんドクターのオンコール体制もこれできておりますので、そうしたものも含めて対応を充実をしてくるということになります。よろしいでしょうか。ではありがとうございます。はい、それではよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。